干渉に浸るのはここまでだ。アルビス、とりあえず生き残ったことは褒めてやるよ。次は俺だ。お前さん、チェスはナイトクラスからが本当の戦いだぜ。本当の敵はこれから出てくるってこった。気をつけろよアルビス、あいつは確か。ああ、分かっている。サードバトル火山群フィールド最終戦を始めます。ほらロランが最後だよ。早く行かれよ。それでは僕行ってきますね。やっぱり戦わなきゃダメですか。は？だって3対1でもうメルの皆さんの勝利は決まってるんですから、無理に戦わなくても。ダメです、あなたには今後の出場権をかけて戦う義務があります。それがウォーゲームのルールなのですよ。はあ、ロランさん、あなたは6年前の大会の出場者なのですから、もっとしっかりしていただかないとファントムに嫌われますよ。それは困ります。ファントムに嫌われたくありません。大丈夫かねあいつ。それがしは6年前のウォーゲームに参加していながら、ナイトの実力を拝見する機会には恵まれなかった。見せてもらうぞよナイトの力を。今度のやつはナイトクラスなんすよね。かなり手ごわいはずだよ。全然そんな風には見えないけどな。あなたとは以前もお会いしましたね。ああ、あの時は取り逃がしたかな。どうぞお手柔らかに。アルビス対ロラン、はじめ。サーティントーテンポール。今度は逃がさん。いやーダメー。いやーいけーアルビス、ナイトのロランなんかサーティントーテンポールでやっつけちゃえ。ダメーン、イヤン、ウキャーって。なんなのあいつ。逃げてばっかり。ひょっとして戦う気ないっすか。いやん。いや、あれは。ダメーン。はあ、そういうこと。あいつ運よく逃げてんじゃねえ。全てのポールを抜けた。見切ってやがる。油断するなよ、来るぞ。じゃあ次は僕の番ですね。ストーンキュー。なんだ？
魔力。跳ねなさい。石、使え。3、2、1。アルビス！爆弾石のネイチャーアーム当たりです。あなた、ファントムの洗礼を受けているのですね。それがどうした？なら僕と同類ですね。なぜだ？なぜファントムは味方のお前にそのタトゥーを入れた？それはゾンビタトゥー。タトゥーが体中に回りきった時、その人間は死ぬことのない生ける屍と化すと知っているのか？呪い？じゃあアルビスもその呪いを？ああ、6年前のウォーゲーム、まだ10歳のガキだったアルビスはこの俺の目の前でファントムの野郎にあの刻印を入れられたんだ。いい目をしている。勇気ある君に良いプレゼントを贈ろう。これは僕が君を気に入った証だよ。受け取って、またいつかおいで。やめろファントム、アルビスはウォーゲームに関係ねえ。ゾンビタトゥー、アルビス。そのタトゥーが体中に回りきったその時、君は僕と同類になる。生ける屍。友達になろうよアルビス君。なぜそんなに激高するのですか？これは選ばれし者の証明ではありませんか？何？僕は自ら望んで洗礼を受けました。彼と同じ道を歩むために。なぜだ！自ら生ける屍を望むのはなぜだ！お前がそこまでファントムと共にある理由、それは何だ！彼が僕の居場所だから。僕は子供の頃、両親を早く亡くしました。たった一人で生きてきました。周りの人間は無関心だった。みんな僕を見てみぬふり、あるいは本当にその視界に入っていなかったのかもしれませんね。放っておいたらそのまま死んでいたであろう子供など。
けんで、いつもいつもうちの売り物盗みやがって。違います、僕はあの子たちとは。いい、一体どこのガキどもだ。話して苦しい。来い、どんな手使っても白状させてやるからな。助けて、誰か見てたでしょ、僕は何も悪いことしてない。僕自身も他人を傷つけたり人のものを盗んでまで生きていこうと思ったことはありませんでした。もしかしたらそれは単に生きることに対して臆病だっただけなのかもしれませんけど、このまま誰にも気づかれずにそっと消えてしまいたい、そう思っていた時に彼が現れたんです。一緒に来るかい？彼はただ一言そう言いました。ファントムはいろいろ教えてくれた。僕の中に眠っていたシックスセンス、戦い方、生き方、世界を僕たちだけのものにするという考え方、僕はそれに乗りましたよ。あなたのそのタトゥーも彼に認められた証じゃないですか。こっちの人間になりませんか？ファントムもきっと喜びますよ。誰が貴様らなど。お前は利用されてるだけだ。なぜそれに気づかない？それでもいいんですよ、彼に必要とされているならばね。サーティン・トーテン・ボール、ストーン・キューブ、離なさい。何？サーティン・トーテン・ボールだ。マジっすか？強い。アルちゃん、えらい苦戦しとるやないかい。アルビス、やばいな。アルビスがこんなにやられてるとこ初めて見たっす。大丈夫かな。カウントは余計だったな。なかなかやりますね。形勢逆転だ。いや、あのナイトの力はまだまだこんなもんじゃねえ。ならばこれはどうですか。
グマスネーク。マグマスネーク、恐ろしいっす。アルビス跳ねなさい。これがナイトの力。アルビス！アルビスが食われたぞ。そんな。食わせたんや。サーティントーテンポールを蛇の口の中にねじ込んだんやな。コンマ1秒の判断。やっぱ強いで、アルちゃんは。でも。アームの乱発で集中力が途切れたか、アルビスよ。ここまでだな。え？精神力の限界だ。負けを認めろ、アルビス。どうします？ギブアップしますか、アルビス。まだやる気っすか！バカ野郎アルビス、てめえ無茶してんじゃねえ。死ぬぞタコ。わからぬかギンタ、あの男のプライドと意地が。君は俺を信用させることができるか。戦いでそれに応えてみせろ。見定めてやるよ。アルビスは負けたくないのだ。チェスの駒にもお前にもな。僕はできれば人を殺めることはしたくないのです。ギブアップしてください、アルビスさん。さもなくば。あなたは爆死します。やめてアル、死なないで。
神導電ボール。ギブアップだ。今の俺はナイトクラスに相当くない。通用することを理解した。足りないものは一つ、持久力。すぐに追いついてやるぞ。魔力を維持し続ける力を身につけてな。アルビスさん、次の戦いのために割り切りましたね。ファントムがなぜタトゥーを入れたか分かりましたよ。素晴らしい素質です。ああ、勝者チェスの駒ロラン。サードバトル終了です。生き残ったメンバーをレギンレイブへ。